背の脇をノクターン泣くようなバイオリンが明るい窓を漏れて湿っぽい夜の空気を震わしたチャイコウスキーの「ノクターンだ」だ砂山の数千の小松が生ぬるい海風に吹かれて得体の知れぬ闇の中へ 怪物のごとく踊り狂った。そのものすごいうなりははるかな海の方向と一緒になってさながら微妙なノクターンのように響きどこからともなく時折香ばしい草花のにおいが漂ってきた芝生の向こうのバンガローの右の2つの窓からは明かりが漏れ左の2つの窓は真っ暗で。 たまに雲間を漏れる星明かりを反射して水のように青く光った一人の男が松の木の陰にぼんやり立ってバイオリンの漏れる向こうの窓を恍惚と見入っている影奉仕のようなその男は形の崩れたフェルト棒を無造作にかぶり包帯を巻いた右腕を首につるして洗いざらしの印番点を着ているしばらくすると 氏は松の木を離れ病人のような力のない足つきで広い芝生を横切りポーチの下の時わぎの下まで来てまた立ち止まったそして背伸びするような格好でバイオリンの漏れる窓を仰いだだが窓が高いので彼のいるところからは琥珀色のカーテンの間の白い天井がガラス越しに少し見えるきりだった 右手を首につるした男はじろじろ辺りを見回し常盤木のそばを離れると静かに石段を上ってポーチの上に立ったそのポーチと室内の床とは同じ平面になっているのでそこからは織工の強い2つの伝統に照らされた部屋の中が手に取るごとくはっきりと見えた部屋の一番向こうの隅に大きな蓄音機があって 島の浴衣を着た一人の紳士がそばに立ってレコードをかけているのだ右手を首につるした男は五本五本苦しげにせきながら栗色の奈良のドアをたたいて「ごめんください!と」とかすれた声で言った蓄音機の音がはたとやんだやがて素足にスリッパを突っかけた主人の足が 厚いじゅうたんを踏んで近づく気配が扉の外に立つ来訪者にはっきり感じられたその足音は男のそばまで来ると消えたどなた甲高い声が部屋の中から聞こえた荒い風に吹きまくられた病人はまたひとしきり激しいせきの発作に襲われたこの下のこの下の 体育でございます。かすれた弱々しい声は「五本五本」という席に書き消された別荘の主は部屋の中から細めに扉を開けて顎で会釈を軽く受け流して眼鏡の奥の深みのある鋭い眼差しでうさんくさそうに印番店の男を眺めただが別荘の主人がうさんくさそうに眺めたのは必ずしも彼が 無慈悲な真摯だことを証明したとはいえないなぜというに実際このやめる上に負傷してここまでたどりつくのが精いっぱいだったらしい痩せ細った来訪者は労働者というよりはむしろ路頭に野垂れ地に仕掛けた乞食としか見えなかったのである私はこの坂の下の氷屋の隣の源吉という大工でございます。 ああ、そう何かご用どうもこんなに遅くすみませんちょっと旦那にお願いしたいことがありましてねそれで急に思いつきましてお邪魔にあがりましたどうもすみませんなんだね手紙を書いていただきたいと存じまして手紙と聞いて 主人の顔が多少やわらいだ。入りたまえ来訪者は下駄を脱ぎ捨てると恐る恐る汚い素足で絨毯を踏んで部屋へ入りちょっと頭を下げて主人の指し示した安楽椅子に腰をかけた主人は彼と向かい合って長椅子の片隅にもたれかかると長く伸ばした足を組み合わせて片手で そばマルテーブルの上からまきたばこを取って火をつけるのだったそうか君がこの下の大工さんか私はこの別荘を買い取ったからまだひとつきにもならんので近所の方の顔も知らずにいるんだ幸い今夜お目にかかったんだからこれからは懇意にしてくれたまえもっともふだんは別荘版のばあさんが一人いるきりだけれどねこれからは 土曜から月曜の朝にかけていつもここへやってくるつもりだそれから相手の額と右手に巻いた古い汚れた包帯を眺めてからひどいけがだねどうしたんだそれに顔色もよくないようだ病気なのかねと行そうに言った来訪者は左の手を口に当ててせき込みながら 落ちたんですよ。仕事をしていたら2階の両木から滑り落ちてこの額と右手の手首にけがをしたのですしかし手首の関節をちょっと痛めただけですからすぐ治りますこんなことは私たちの商売ではよくあることですそれより心配なのは病気の方ですご覧のとおり ひどい胸の病気にかかっていますのでどうせ長くは持つまいと思っています主人はたばこを吸いながら電灯の光を斜めに受けた古じきとも見えれば香炉描写とも見えるこの来訪者の風采を改めて珍しげに見入った長いまつげのある両目は汚い包帯を額に巻いているので潰れたように細くなり 血のけのない飛び出した頬骨の下はげっそり落ちくぼんでしなびた果物のような小じわがよりこめかみからあかのついたあごにかけて長い間カミソリを当てないらしい黒いひげがもじゃもじゃ汚らしく伸びているこの時まで応用な寛大な表情を浮かべていた主人は次第に気難しい不機嫌な顔になってジレッタ層にまきたばこの灰を落とすと いかにもこの不愉快な会見をなるべく早く切り上げたそうに。手紙を書いてくれって。あ、はあ、でもお邪魔じゃないでしょうか？大工は恐縮したように、照れ隠しに細い左手で頭をかく真似をした。いや、お安いことだ。主人は巻きタバコをくわえた。まま気軽に立ち上がると、デスクから万年筆と書簡船を持ってきて。 右手にけがをすると不自由だね箸を持つこともできんのだから。と愛想を言ってどっかと長いすに腰を下ろし組み合わせた膝の上に書簡線を乗せた私のような字を知らん男はけがをしようとしまいと同じことでございますどんなことを書くんだ私の言うとおりに書いてください。 よし主人はペンを持って待った来訪者は前こごみになって一つ二つせくとが苦しいのかしばらくヒーヒー喉を鳴らして大息きをするさあ言ってくれたまえだが大工は言い出しにくいのか息が苦しいのかすぐには口を開かないさあペンを持ち替えながら 主人がうながした。やがてかすれたおどおどした声で大工が口述し始めた。私はこの世で少しばかりの人を憎み、少しばかりの人を愛した。この意外な文句には主人もちょっと面食らった。皮肉な微笑を口のあたりに浮かべて相手の顔を見ながら何か言おうとしたが。 また思い直してすらすらペンを走らせた大工は続けたうれしいことが少しと悲しいことが少しあったしかし今の私はそれらのうれしいことや悲しいことを思い出すのさえ耐えがたい重荷だ私は この重荷を捨てて遠い国へ去りたい。憎んだ人や愛した人に別れの言葉を残すのさえ、今の私はわずらわしく思う。ただ、この決心の鈍らぬうちに、早くこの世を去りたいと思うだけだ。私が残したものは、 貧乏人にやってくれここまで書いてくると主人は辛抱しきれないようにペンと書簡線をそばの丸テーブルの上に投げ捨てた君は真面目なのかね真面目でこんなことを書いてくれというのかね真面目です大工はうつむいたままであるバカらしいどうして自殺する気になったんだ そんな気はあかくさん拡散でもいいひどい肺病ですからどうせ半年ともたないのですけがをしてからめっきり悪くなりましたわたしの家からここまで歩いてくるのがやっとでしたこどもはあるのかございませんサイくんは 逃げました一人はあそれはお困りだろう気楽ですそれにしても自殺はバカらしいよ養生さえすれば丈夫な体になれるんだからね養生しようにもお金がないのです明日のお米代さえないような お恥ずかしい阿利様なんですから、自殺はいかん。私なんか命が二つも欲しいくらいだ。一りごとのようにつぶやいて、主人は巻煙草の吸い殻を灰皿に捨て、片手をわごに当てて何やら考え始めた。しばらく沈黙が続いた。一分間たった。それでも彼らは口もきかねば。 身動きもしなかった。2分間たった軒に砕けてヒューヒューうる風の音がものすごく響いた絨毯の花模様を見つめている別荘の主人の両目は次第に怪しげな光を帯びて胸の中の激しい凹凸を表す皺が眉毛に深く刻まれたこの時の彼の顔をちょっとでも見たものがあるとすれば 家の外でたけり狂っていると同じような嵐が彼の心の中でも渦巻いていることを見て取ったであろう白い額の目に見えぬほどの小さい毛穴ににじみ出た汗をハンケチで拭くと彼は苦しそうに火のような息を吐き出したやがて彼はまぶたを据えて来訪者を見りながら「君の命を」 1一万円で買おうと低い声で言った何ですか？大工は自分の耳を疑うように聞き返してまた5本5本すいた1万円あげるから自殺するのを吉田前。震えを帯びた声で主人が言った本当ですか 大工が驚いがて顔を起こした。君にある仕事を頼みたいんだその仕事を承知してくれるなら私は今ここで5,000円の小切手を書くあとの5,000円はその仕事を成し遂げたあとでお渡しすることにしようどんな仕事ですこじきのような大工がいぶかしげにけれども落ち着いた声で聞いた。 待ちたまえ。急いで立ち上がると主人は窓のそばに近寄って闇に朦朧と海のように浮かび出した芝生を見回しただがそこには風が吹いているだけで無論人影はなかった彼は窓を離れると戸棚から半分空になったブランディの瓶と2つのグラスを持って帰って丸テーブルの上に置き わわなわな震える手で注ぎながら「お茶でも出すといいのだがあいにく今夜はばあさんがいないからこれでもやってくれたまえ」そしてどっかと長いすに腰を下ろすと強いブランディーを一息に飲み干して「どうだね一つ私の言う仕事をやってみる気があるかね?」「何です?」「びっくりしちゃいかんよ」「また」 決して人に話しちゃいかんよ承知しましたではいようなんです主人は一段と声を低めてある男を殺してもらいたいんださすがに冷静な来訪者もこの言葉を聞くと顔を起こして包帯の下の細い黒い目を見張った これは驚いた驚かんと言ったじゃないかでも旦那のような方が1万円欲しくないかねそんな恐ろしいことをする元気はございませんご覧の通りの病人でその上手も利かないんですから承知してくれるなら今すぐ5,000円の小切手をあげるよ またひとしきり沈黙が続いた今度は来訪者の方がうつむいて考え始めた「1万円」という言葉は今自殺しようとしている人間の示打にも快く誘惑的に響く言葉に違いなかった時々半分開けた片方の窓から激しい風が吹き込んで大きなフロアランプの紫色の棒を煽った主人は 組み合わせた自分の膝頭を2本の指で軽く叩きながら「1万円があったらどんな贅沢な養生でもできるよ。一生安楽に暮らせるよ」と眼鏡の奥の鋭い小さい目を光らせた「どんな人です相手は?善かものだ」「前科者だ危険思想を持ったやつだ」「名前は?」 鳥山というドイツで教育を受けた男だ。たくましい大きな体をして、いつもリンゴのような血色のいい顔をしている。どうしてそんな人を殺すのです今言ったように、危険思想を持っているからさ。ただ、それだけで殺すのですかよし、君も納得できない以上は、 こんな退任を受け合う気になないにをうけれるのも無理はないではくわしくはなそうそれからげんきをつけるためにあたらしくそそいだブランディーをくちびるへもっていきながら「5ねんまえのことだわたしは東京のやしきのひろいにわをあるゆうがたさんぽしていたするとにわのすみのおおきいきがいっぱいにしげったところでどさっとおおきなおとがした」。 びっくりしてその薄暗い茂みの中に入ってみると高い土塀を飛び越してきた洋服の男が息を切らしてあっちへ行ったりこっちへ行ったりうろうろしている私はてっきり泥棒だと思ったもんだから用心して近づいて誰だと聞いたするとそいつは案外おとなしく抵抗もしなければ逃げようともせず私は 警察に追い詰められてここへ逃げ込んだのですが「どうか今夜だけお宅のどこかへ隠してください」と手を合わしておがまんばかりに哀願するのだよく聞いてみるとその男は鳥山といってある秘密結社の首謀者の一人で他のやつは皆一網打尽に捕らえられたがその男だけ巧みに逃げ出して1か月ばかり捕らえられずにいた。 それがふとしたことから警察に発見され10名ばかりの捜索隊に駆り立てられて無我夢中で私の家の庭へ逃げ込んだという順序なんだ私は一月前に彼らの秘密の本部が警官隊に襲われて大部分の者が逮捕されたということは新聞で見て知っていたのでその男の話を聞くとすぐ全ての事情が分かったで私はすぐ彼の要求を承諾した 彼は警官隊がすぐこの家へ捜索に来るから一刻も早くどこか人目につかぬところに隠してくれという家の者が騒ぐと面倒だから私はこっそり彼を自分の部屋へ連れ帰って押し入れの中から大型のトランクを引きずり出して蓋のところにちょっとばかり隙間を開けとけば大丈夫だからこの中に入りたまえと言った彼も冷静だったら まさかトランクの中へ入りはしなかったろうしかし極度に慌てていたので私の言葉が終わらないうちに急いでトランクの中に入った私はとっさに蓋をするとすぐその上に飛び上がってピンと真中の留め金を下ろして鍵をかけたかわいそうではあったが嫌でもそうせれば私の義務がすまんと思ったのだなぜというに彼は 社会の平和を乱すブライの戸だ彼らの運動が成功すれば世間がどんなに乱れるか分からんそれに私は東京に大きな工場を持っているのだがそこの職工たちが彼らに扇動されてひどい損害を被ったこともある鳥山を助けるのは虎を野に放すようなものだ私は社会に代わって彼を懲らしめなければならんと思ったで トランクに鍵をかけると静かに警官が来るのを待った。ところが警官たちは彼が渡米を乗り越すのを見ていなかったのかいつまでたってもやってこないそこで私は電話で警視庁へ報告した無論まもなく自動車を飛ばして数名の警官が駆けつけたよそしてトランクを開けて半分気絶しかけていた彼を担いで帰っていった 主人はここで話を切ってタバコに火をつけたその男はどうなりました大工が聞いた5年の刑に処せられただが困ったことには彼は私をひどく恨んで復讐を企んでいる私はそれをいろんな方面から探知することができたそればかりではない彼が5年の刑を済まして 一月ほど前に刑務所を出て今妹と共に蒲田の近くの小さい家に住んでいることまで知ることができた彼は口先だけで復讐を誓うのではないきっと実行するに違いないだから私は東京を引き払って当分ここに隠れることにしたのだ私がここにいることは家内より他に誰も知らない会社の者も,も知らないんだ それはあなたの取り越し苦労です。第一、その鳥山とかいう人があなたを本当に恨んでいるかどうか、それさえ怪しいじゃありませんか。なぜその男はあなたが警官をお呼びになったなんてことは知らないかもしれませんよ。主人は目をつぶったまま頭を振って、絶望的な口調で言った。 いや知らないはずはないきっと知っている仮に知っているとしても復讐するほどあなたを恨んでいるでしょうか旦那はいらぬ心配をしていらっしゃるしわがれた声でなだめるように言って大工はまた五本五本咳出したいや君は何も知らないんだと主人は次第に興奮して 私はあの男がつけねらっているのを見たことがあるんだおおではその男が出国してからお会いになったことがあるんですかうん二度ばかり一度は彼が出国して間もないある夕方宴会があったので私は自動車に乗って日比谷の山水路へ行ったそして自動車を降りて運転手に用事を言いつけるために後ろへ向くと ちょうど後ろから来た円卓らしい車が乗り越すところだったがその円卓の窓から鳥山が頭を出して私の顔を振り向いているのだ2人の目と目が勝ち合うと彼は急いで顔を隠してどこかへ行ってしまった私はそれから急に気分が悪くなり頭がふらふらして今にも目がくらみそうになったもんだから 宴会場へは入らず別室でちょっと友人に会った後でしばらく休憩するとこっそり家へ抜けて帰った2度目に会ったのはつい1週間ばかり前の晩のことだ私は両側に大きい住宅の立ち並んだ寂しい広い町を一人で歩いていたそして何かの拍子にふと後ろを振り向くと他に誰一人通っていないのに 一ばかり離れたところを鳥山が尾行しているのだもう日が暮れかかって辺りが暗くなりかけていたからひょっとしたら人違いかもしれんと思って彼が街灯に近づいた頃を見計らってまた振り向いてみたすると果たして鳥山だった太ったたくましい体にぴったり合った霜降りの服を着た彼はいつものように リンゴのような赤い顔をして太いステッキを持っていたよくご覧になったのですかその男の顔をうんよく見たするとやっぱり旦那を狙ってるんでしょうかそれに違いない来訪者が何か言いかけると主人が出し抜けに片手を上げて「し<っ>と制した なんです。低い声で大工が聞いた「誰かいる」うつろな声でこうささやくと主人は青くなって立ち上がり少しばかり開いた片方の窓に近づいて恐る恐る外をのぞいてみただがおのじろいポーチには荒い夜の風がそよいでいるだけで誰もいなかった彼はガラス窓を下ろすと重いカーテンを引いて 少しは安心したような顔をして帰ってきたどうもこの別荘は隠れるにはいいかもしれんが寂しくていかんよう夜半に目が覚めると松林の音が怖くてならんでも別荘番がいるでしょういつもはいるしかし今夜はおばあさんは12時にならぬと帰ってこないだが結局その方が都合がいい ばあさんが帰ってくるまでに相談をまとめたいしばらく話が途切れただんだん時がたっていく大工は慰めるように「旦那は震えていらっしゃるそんなにご心配なさらなくともいいでしょう」と言いかけてまた苦しげにご本ご本ついたいや 主人は興奮してあいつは渦耳みみのような男だ上辺はぐどんなほど落ち着いていてその実内部に触れるものは何でも焼き尽くすような熱情を持った男だ殺人ぐらい何とも思っちゃいないもしあいつの自由になったら毎日100人の首をちょんぎるかもしれん邪魔になるものは誰でも片っ端から殺そうと企んでいる恐るべき人間だ これが夢ならいいと思うこともあるよ夢の中で蛇のような執念深いやつに狙われてるのならまだ覚めることもあるしかし夢でないから困ったもんだそれほど怖がっていらっしゃるのにどうして警察の保護をおあおぎにならんのです警察鳥山が公然と復讐を誓うのなら 警察の保護も仰げるだろう。しかし、利口な彼は表面空とぼけている。私は証拠になるべき一本の手紙さえ持っていない。また私も弱みは見せたくない。彼が秘密に復讐を企むなら、こちらも秘密に彼に対抗するまでだ。秘密に対抗と言いますと。つまり、 あいつがこっそり私を殺そりをこううとするように、こちらもこっそりあいつを殺すのだ誰にも発見されぬように素早くやっつけるんだでも万一あとで発見されると殺人罪になりますねともすれば心の中に頭をもたげようとする黒い影を消そうとするように。 主人はわななく指先でブランディーのガラスをす,すりながら「さあそこだよ!と」と興奮して言う「発見されるぐらいなら初めから警察へ任せた方がいい」「それを秘密に片付けてしまおうとするにはいくらも発見されないで簡単に片付ける方法があるからだよ」「さあこれからその方法の中で」 一番いいのを考えてみようありますかねそんな方法が無論あるよ私が考えてみようまた二人とも黙り込んだ主人は頬杖をついてじゅうたんの花模様を見つめながらしきりに考え込んでいる来訪者は何も感じず何も考えずただ死の陰に見入られた人のように きょと,んとした目つきで何の飾りもない黄色い壁をぼんやり打ち眺めている風は次第に静まって大粒の雨が23滴屋根を打ったこの時不意に大工が「雲<モ>!と」とわずかな声でつぶやいた深い瞑想から我に返った主人は顔を起こして大工の視線を追ったすると なるほど、三尺ばかり離れたところに一匹の小さい雲が糸にぶら下がってしきりに足を動かしている主人は黙ったまま万年筆を取り上げていまいましそうにそれを払い落とした縁起が悪いですね大工が言った「なぜ夜の雲は縁起が悪いというじゃありませんか?」名刺さ。 でも、ことによると、何か不幸なことがこの家に。バカ君のような自殺を決心した物騒な男が来たから、雲が垂れたんだよ。ことによると、今夜、旦那の身の上に。バカらしいでも、さっき私は、妙な人に会いました。どこで ここへ来る途中で、どんな人この下の松林を登っていましたら、前の方を黒い人影が、やはり私と同じように、この別荘の方に歩いているのです。その男は、動いているのかいないのかわからぬぐらい、ゆっくり歩いているので、間もなく私が追い越しましたが、 その時ちらと見ると、霜降りの服を着た、背の高い、よく太った、ちょうど今、旦那からお伺いしたような男でした。追い越してしばらく立って振り向いてみると、その男は砂の上をザクザク歩いて、針金の柵のある空き地のそばの細道を、 右手に折れてにれいました主人は顔色を変えて前へ乗り出しだってあの細道を行くと家も松もない砂山へ出るだけじゃないかと声を震わした来訪者はかすれた低い声でそうですだから不思議に思ったんです私はこの浜のものはみんな知っています 郵便屋の顔でさえ知っていますけれどもその男は私の知らぬ人でしたしかもこんな夜遅くのことですから薄気味悪かったですたちまち主人の顔はろうのように白くなり胸が痛いほど動悸打ち始めた「そうか!」と彼はあえいだ。 ここへ来たことは誰にも知らさなかったけれどはや悟ったと見えるははなんだかこの家が怖くなったことによるとさっきの物音はやっぱり人間だったかもしれん鳥山が立ってるのかもしれんよろめくように長椅子から立ち上がって丈夫な奈良の扉に心中の掛け金をかけふらふら力ない足取りで帰るとどっかり。 また長い子に倒れかかったこうしとけば安心だ窓を壊して入るなら正当防衛だ激殺してやる青白い主人の顔に引きつけたような嘲笑が浮かんだ部屋が湯沸かしの中のように蒸し暑くなって夕立の前触れのような大粒の雨がまた数滴屋根を打った雨だね 耳を傾けていた主人が干からびた声で言った降ってきました来訪者が低い声で答えたまたしばらく沈黙が続いたその息苦しい沈黙の中でお互いに相手の次の言葉を待っただが話の継ぎ法を失った彼らはいつまでたっても口を切らなかった 窓を壊してまで入ってこないだろうしばらくして主人がこう言った目がくらみそうな彼はこれだけのことを言うのがやっとだったその点は安心です来訪者が相づち打ったさああとで発見されぬ殺人というのを考えてみよういい方法がありますどんな しえてあげましょううか。うん。アメリカに何とかいう大統領がありましたね。ほら、あの大統領がどうして暗殺されたかご存じですか知らん、そんなことは。天に包帯した男と握手しかけたら、その包帯の中にピストルがあって、撃殺されたのです。 そうか。ちょうど私も包帯していますからこの中にピストルを隠して彼を訪問しましょうそれで後で発見されないかね去年箱根のホテルで有名な外交官が自殺したでしょううんあの自殺は他殺らしいというのでかなり問題になりましたね そうだったね。その理由は書き置きがなかったからですだから私は包帯していて字が書けないからと言って殺す前に彼に書き置きを書かせましょうするとこの時初めて主人がはっと真実を悟って電気に触れたように立ち上がって「鳥山 とあえいだ死人のように青くなって相手をにらみながら激しい恐怖にりつしたと思うと来訪者が猛獣のような勢いで飛びかかっていきどさっと主人を長椅子に打ち倒してその上に乗りかかった俺の顔が分からなかったかい無理もないよお前にだまされて5年間地獄に放り込まれていたおかげで 俺はこんなに痩せているんだからね。さあ、後で発見されぬ殺人というのはこんなもんだ。そして、包帯の中のピストルの音がすると同時に、見事喉から脳髄へかけていぬかれた主人は綿のような柔らかい肉塊となってだらりと長椅子の上に仰向けに横たわった。 吐息突きながら立ち上がった来訪者は額と右手に巻いた包帯を静かに取り外して印番点の腹のポケットに入れそこから革手袋を出して両手にはめ電灯に照らしながらピストルの指紋を丁寧に拭きまだ生温かい死人の右手にそのピストルをしっかり握らせたそれから彼はエンテーブルのそばへ寄って 主人が書いた書き置きの文句を読み次に絨毯の上に落ちたスリッパを死人の白い足に履かせ一件ばかり後ずさりして名画家が自分の書き上げた絵を眺めるような批判的な目つきで死人のポーズやそばの丸テーブルの上の書き置きや万年筆の位置や灰皿の位置などを思祭に眺めた。それから彼は。 部屋の隅に歩み寄って蓄音機のハンドルを回してレコードをかけじろじろ辺りを見回しながら悠々ゆうゆうとした足取りで部屋を横切って手袋をはめた手で掛け金を外し扉を開け冷やっこい風の吹く深夜の闇の中に永久に消えてしまった泣くようなバイオリンが明るい窓を漏れて 湿っぽい夜の空気をふるわした。ジャイコウスキーのノクターンだ。